どうもどうも皆さん、シャーレと申します。今回はですね、ちょっと色について遊んでみようかなと思います。皆さん色違い持ってますか？いや、好きなポケモンの色違いネバッタとかありますよね。でもポケモンによったらね、いやちょっとさすがにこの色違い好きな色じゃないなーなんてのもまああるんじゃないでしょうか。であるならばこちらでね、変えてしまえばいいというわけでございますよ。まあ、こちらスパボ級なわけでございますが、これがね、ちょっと色が変わればね、これはスーパーボール級の実況ではなく、マスターボール級の実況であるのではないかと。まあ、ということで今回はちょっとこの歪んだ色の世界でポケモンバトルをやっていこうかなと思いますね。新たな色違いに出会えるかもしれないぞ。さあ、お相手のパーティーが見つかりましたけど、あれだね、紫ってちょっと目に悪いね。何から行こっかな。ユニスケ行く？ユニスケありやけどね、ちょっとウニちゃんから行きますか。ウニバド、イベルタルで。あの、自分の色は紫色になってるわけですね。あ、毒々しい。さあ、対戦よろしくお願いします。お相手の初手はカップンレヒレー。なんだろうね、ここどこだね、あの、色違いっぽい。色違いを粘らなくても、色違いっぽくなるんですね。で、ここあれか、バトルタワーの行っちゃう上ですね。なるほど。紫すぎて、だいぶ、ダイマックスボタンが、まっきっき。で、そうですね、うん。なんかめっちゃ、挑発しに来ましたって感じがするので、エナジーボールぶっ放しておきますか。はい、挑発。よっよっ、怒った。で、ユニランね、実はね、C 所属値がめちゃめちゃ高い。どれぐらい高いかっていうと、ユクシーよりもめちゃ高い。110、105。そんなもんぐらいあります。だから波のね、一般ポケモンとは思えないぐらいの火力はね、あるんですね、これ。紫色差しやん。だから青が紫になる世界だと思っておけばいいと思います。お、特防ダウンは美味しいね。で、ユニスケこれ、うん、ガムシャラいっときましょうか。剣の魔一球の可能性はありますが、それはそれで。ほい、てか目に悪いな紫。さあ、ユニスケが居住座を受けて、わーん、どこ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 。まあ、ユニスケの挑発が解けましたけど、まあ、挑発解けたからって言ってもね、やることないんで、まあまあ、うん、トリックルームできないけど、あ、まあ、やれるだけやっときましょうか。石化電光、ほい。ユニスケー。イベルタルくん、あれなんだね、この世界だと、黄色で、ここちょっとね、難しいところですね。電光石火見えてるんで、まあ、不意打ちで縛れるといえば縛れるけど、電光石火されていくと、結構嫌なところではありますよね。不意打ち。大丈夫。石火電光打ってこない。よし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 。危ない危ない。まあ、ザシアン側からはね、不意打ち持ってるかどうかわかんないから。霧は消えました。で、グラードン3頭。これが、でかいサンドカラー。なんか本当に色違いカラーだね、これ。で、なんかポケモンの色違いって、多分ですけど、この色調補正で変えて作ってるのが、うん、大体だと思いますよ。まあ、すっげえ独々しくて、ダイマックスボタンがどれかよくわかんないけど、色って大事なんだなって、思いましたけどね。ダイアークでいいか。さあ、ダイマックス。オレンジの光をまといし、ダイマックス。
てかあれないよね、このステージが全体的に青いから全部紫になって見にくいよね、とてもあの目に悪い、とてもダイマックス。相手これモンスターボールですね、パークボールみたいになってる。よっこいしょ。さあ色違いでかいサンド、マッキッキ。でおそらくなんですけど、あの水タイプのポケモンが紫になりがちなのっておそらくこういう色調補正をかけているからなんでしょうね。青が紫になる世界だから。痛い。でどうかな、まあ大アークギリギリいけそう、ギリギリいきなそうみたいな感じですけどね。まあいきますか。こうカプレヒレに変えてきてもいいけど、まあそれはそれでダイマックスターンがなくなるんで、まあそれでいいかな。あーちょっと残るか、しゃあない。第6。うわー、じゃあバドちゃん行きますけど、第6痛そうだな。ジンバ一体緊張感、ちょっと残っちゃったね。まあ、種ガン、種ガンかな。第6、まあ、弱点保険を警戒していたかって感じですね多分。まあ、さすがバドレックスですが、タデマシンガン。さあでかいサンド君を突破いたしましたよ。残るは挑発持ちのカプレヒレなので、そこまで火力方面はないと思いたいですがね。ただ言うて44だからな。まあ、タデガンしかやることがないので突っ張りますよ。ムーンホース耐えてくれ、頼む。わーん対戦ありがとうございました。よし、いいね。じゃあ次ちょっと色変えますかじゃあ紫ね、目に悪い、ちょっとしんどいわ。やってて見てる方もちょっとしんどかった可能性ある。さあこれはこれで目に悪かったかもしれない対戦相手の方が見つかりましたと。この色だとユクシーエムリットみたいな感じの赤色になるんですね。なるほどな。まあイベちゃんユニちゃんバドで一番行くのが無難でしょうか。バドちゃんユニちゃん、ういっ。さあ対戦よろしくお願いします。お相手の初手はポリゴン2。なんかすげえ目に悪いやっぱ全体的に目に悪いんよな、もうよくわかんないもんいや色って結構大事だったんですね。さあ悪の波動、さあ電磁波、なるほど、リリリリリ。まあ、ただマヒリバグの可能性も、マヒバグじゃないや、悪の波動のねひるみもあるので、アクノハドゥー、よいしょー、アクノハドゥー、よいしょー、オッケー。まあこれは試行回数の勝利ですよ。まあとはいえね、玉ダメージが、まあ、そこそこ削られてしまったのは少々厄介なところか。ゼルネアスー、いやーこのね X と Y 対面ですよ。 YY って感じですが、まあ、ここはユニスケ投げますか。ウニジオコントロール、パワーを溜め込んでパワフルハーブ発動。さーて地球からエネルギーを吸い上げますよ。チュイーン、
やばい。さあ素早さグーン、まあ、素早さグーンしちゃったらしょうがないな。トリックルームでムーンフォース殴ってくれて助かるよ。ユニスケピー、あ、ちなみにね、このユニラン、まあ、当然なんですがマジックガードなのでタスキ削れないんですよ。ステルスロックとかねされてもね。なのでそこがねユニランがタスキ持つ利点ですね。さあがむしゃらいたしましてムーンホースエースポケだったはずでございますが、まあがっつりと無力化させていただきました。まあ、当然後ろから出しまするはこちらのポケモンバードレックス、ジンバ一体緊張感。さあよ行ってらっしゃい、行くぞブリザードランス、はっよっこいしょどっこい。さあゼルニアスくん突破、いなないて攻撃上昇。まあ世のね緑カラーはミントグリーンにするとちょっと抹茶色みたいな感じになるんですね。どうなんだろうな、バドレックスの色違いなんかこんな感じのような気もしなくもないな。で、マッピンク法王マッピンク法王来ちゃいましたね。まあ言うてブリザードランスでいい気がするんだけどな。まあいいか、ダイアイスしましょうか。なんとなく落とせない気もするので。さあ行くぞブーン。今回はあ、そうか、世のダイマックスって青色なんですよね。だからミントグリーンの気をまとってダイマックスでございますよ。さあ当然あいつの方もダイマックス、多分モンスターボールかなこれはい、さあ紫色のオーラをまといダイマックス、マッピンク。もうこれねえただの鶏肉だよね。いくぞダイアイス、よいしょ。うん、ハチマキだったら貫けてた気もしなくもないな。大事。おっと、これは炎技がないと見たか、弱点保険を警戒した方が、あれかな？うん。まあ、弾ってことは多分アタッカーだったでしょうし、耐久ぶりだったら落ちなかったかもしれないから、まあまあ、ダイマックスで正解かな？ダイウォール、なるほど。さあ、なるほどね。時空戻ったのを待っていたと。さあ、ダイバーンが襲いかかる。だがしかし、バドレックス、素早さ遅い代わりに耐久化け物である。お返ししようか。ダイアイス、よいしょ。ドーン。対戦ありがとうございました。まあ、今回はユニスケの、ね、やりたかったことが綺麗に決まりましたね。ということで今回は末期機の世界でやっていくよ。ザシアン君がザイエローになってしまわれたね。あ、黄色は結構色の変化が出て楽しいですね。今度はユクシーがアグノムカラーになっておる。まあ、若干ちょっと色薄いけど。ね、自爆コイルもこれね、これ完全に色違いカラーだもんね。面白いもんだ。あー、この色合いがなんか色違い、ね、ぽい感じの色調補正かかってる気がするな。あ、そう、ユニスケね、なんでユリかっていうと、まあ、エスパー担当位置と、25% 禁止配でね、ランクルスとダブラン使ってたんですけど、なんかそんなに、ね、サムネに出てる割には出番がなかったので、今回はちゃんとユニランを出してね、ユニランを活躍させようっていう回だったりします。まあ、一石二鳥だね。
まあ、海竜くんからしょっていくか。雑誌案にほんのり対抗できるからな。さあ、対戦よろしくお願いします。いや、すごい色合い。でも割と悪くないかもな。青色と黄色。まあ、人間たちはみんな真っ青なんだけどね。アバターになってる。さあ、やってきました。ザイエロー。こちらは海竜くんです。ね、海竜くんはね、色違いが結構不人気なポケモンの一匹ですね。どうしとこう。どうしとく？もうダイマックス切っちゃっていいよ、私。切っちゃっていいか。切っちゃおう。で、海竜くんなんですけど、まあ、あの緑色自体はね、多分西洋ドラゴンっていうカラーリングだと思うんですよね。緑の体に、なんだ。まあ、ちょっと赤っぽい羽みたいな。まあ、これはね、とても、西洋ドラゴンって感じなんですけど、海竜くんのね、良くなかったところは、白竜くんとかミニ竜くんとかがね、ピンク色なんですよね。ピンク色なのがね、本当にね、可愛らしくてね。あ、海竜くんもこんなピンクに進化したら可愛いんやろうなーってなってたところに、あの、緑色になっちゃったんで、まあ、結構ショックを受けたという方も多いのではないでしょうか。うん。それで海竜くんはハズで色違いだーなんて言われたりはしてますね。まあ、それで言うとね、この世界線の海竜くんは、まあ水色、青色みたいな感じなので、まあ、ピンク、青とかだったら、まあまだ可愛かったのかもしれない。まあとはいえね、なんだかんだ海竜くんは黄色が一番可愛いよなーっていうところはあるんで。まあそこはありますよね。まあ、黄色が可愛いしな、みたいな。ストーンエッジ。海竜くんだから大丈夫。なんたって、HP 無理海竜くんだからな。最近出番ご無沙汰でしたが。まあ、青ドラゴン。まあ、古今東西、かっこよくないわけがないんだよなっていう色合いはしてる。ビビッキュッキュッキュー。ダイジェットです。じゃれつく、はいはいはい。海竜くーん、うわー、ウニ。シャドーボールで削るよりもトリックルーム優先かな、さすがに。さあ、じゃれつくを影打ち、もしかしてない。さあ、トリックルーム展開。ガムシャラは効果がないので、シャドーボールですね。オッケー、ユニランが上取っているので、よいしょー、緑ボール。まあ、実質エナジーボール。化けの皮を外していきましょう。あー、ポケットな。さあ、ジャレツクが当たっていく。まあ、しゃあない。よ。よ。まあ、この世界線だと、茶色よ。まあ茶色、赤茶色。まあ、この色合いちょっと可愛いんでね。こんな感じの色違いだといいな、バドリックス。まあ、ブリザードランスブッパでしょう。さあ、お相手ミミッキュー。ダイマックス。よっこいしょ。さあ、よと同じ青い光に包まれて、ダイマックス。ダイウォール、はい。まあ、これでトリックルームターンを稼いでいくという寸法でございますね。ただミミッキュ的にはこっち弱点保険の可能性も大いにあるので、ブリザードランス。まあだがしかし、そんなことは関係ねえなとばかりに打ち取ったり。対戦ありがとうございました。強い、さすよ。まあ、ということでね。今回はいつもとちょっと違う見方をすれば、まあ、色違いじゃないポケモンも色違いに見えてハッピーと、そういった回でございました。まあ、なんだろうな。まあ、ユニランとバドレックスと海竜くんと、ぐらいかな、出たのは。まあ、結構ね、バドレックス様の色違いとかね、海竜くんの青い色違い、まあ、ではないんだけどね。まあ、綺麗な色だったからな。なんか、ポケモン SV で、
第2の色違いみたいな感じで、色違いももう一個増えたらね、いいかなっていう気もしなくもないよね。ということで、公式さん、どうか色違い追加してくれはしませんか。ということで、ここまでのご視聴、誠にありがとうございました。感謝感激、雨あられでございます。では次回、バイバイ。